はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化俊英で大谷翔平選手をね使っていきましょう。で、野手で来ています。で、デッキの方はこんな感じで、二股でいきます。で、彼女キャラにビビちゃんをお借りして、高速レーザーですね、骸骨を大谷選手のレーザービームから、まあ、もらうと。で、最後の1球入魂に関しても、初球丸を大谷選手からもらっていきます。で、ちょっと守備型の選手をね作りたいので、今回は田中山くんを連れてきてます。魔術師ですね。で、魔術師持ちは涼介さんとか、浦賀とかもいるんですけれども、大谷選手がねちょっと前イベなんで、前4になるのはさすがにきついかなと思ったので、後イベの、田中山くんにしてます。まあ、確定ではないんですけれども、守備力をね A まで持っていけばかなり成功率は高いんで、ちょっとこれは魔術師を取っていきたいと思います。じゃあこれでやっていきましょう。コツが来てますね。サイガー、よし。サイガーはやっぱりねパワーヒをもらいたい。まずは固め打ちか。田中山くん久しぶりだな。田中山くんもね回復してくれるキャラだからね。で、騎馬妹も後イベで回復してくれるキャラなんで、練習をしていきましょう。これは翔平って出るんだ。仲いいんだね、名前で呼び合うってことは。もう田中山くんと一般人マジで区別がつかん。全く同じかお、これで。評価を上げていきたいんだけど、いない。監督ね、ちょっと監督評価も気にしていかないと。まあ、2、3回はね意識して追っていきたいですね。で、ビビちゃんも出てきましたと。なので、優先順位としては、まあ、多分コツを第1でいいよね。彼女キャラは2人いるんで。で、コツ、彼女キャラ、まあ、あとは評価上げというような感じでやっていきましょう。なので、コツ、他の人を見る、いない、ちょうどいい。田中山くん、守備職人を安定してもらいたい。OK。 田中山くんはね本当に守備職人が安定するっていう才が、ビビちゃんがいるけど大丈夫でしょう。固め打ちは潰しておくか。取れるよね、この経験点で取れるね。 OK。 ちょっと精神が危なかったけど、パワヒが欲しいね。パワヒが広角打法は翔平くんとかも持ってるけど、まあ最初のうちのポイントはいいでしょう。あとはね、雑用してるときにやっぱり彼女評価が上がってほしいんだよね。で、守備職人も軽いんで取れるかな、これ。あ、取れるね。37まで下がるんだ、これだいぶいいね。で、バントももらったら掴んじゃいましょう。よし、ありがとう。で、ビビちゃんと騎馬妹だったら騎馬妹の方がクリスマス的にはいいのかな。で、これが大谷選手の金徳ですね。1回目は勝手に進んできます。まあポイントもねかなりもらえるんで。ちゆちゃんってさ、野手で来るとなんだっけ。あ、鉄人だ。鉄人は無理だわ、取れないね。で、田中山くん、混ぜるな危険。まあ、これは通常イベントなんで。これまだ雑用できるよね。そう、積極守備もねいいですよね。で、小平くんの身体測定と、これは反復横跳びでいきましょう。これがね体力減らなくなったっていうのがすげえいいよね。これ大丈夫だよね、あんまり体力がね減りすぎてると。雑用すらできないからな。 OK、 初球骨。休むけど、これ厳しそうだね。お、告白が来てくれた。じゃあもうあんまり気にしなくて大丈夫か。
レーザービームはねちょっと取っておきたいよね。で大谷翔平選手と小平くんって何気にねコツが被ってるんですよ。走塁と内野安打持ってるんで、あと小平くんからはねどうしても流し打ちを取っておきたい。じゃあ剛翔もう一回来てもらえると助かる。騎馬妹とか高速チャージ外野だからいらんわ。もう一回雑用するんだっけ。コツ内野安打いいねいいね。内野安打は1で潰しちゃおうか。で呼び戻しがねできるようになったんですけど、なってはないか。まだ大谷選手はねちょっと早めに呼び戻しちゃおうかなと。大谷選手のちょっと強さっていうのをいろいろ見たいんで、内野安打取っちゃおう。バントも取っちゃうでしょ。であとはうおパワーがなさすぎるマジか。弾道は2にしておこう。ビビちゃん、どうしようかね。これは寝ておくっていうかデートしておこう。最初のね試験がねほんと一番きつい。これは能力めっちゃ低そうだな。体力が結構あるけど、このね下2つがね微妙なんだよね。ちょっと一番上で体力を回復しておきましょう。でコツ小平くん流し打ちをください。アベレージヒッター悪くない。どうする、これはアベレージヒッターを取るか。アベレージヒッターで点を稼ごう。ただやっぱりねミート E は欲しいよね。よしここで60ポイント手に入るんでこれを有効活用しよう。あミート E あるじゃん、もうミート D にしとこうじゃん。でアベレージヒッター取ろう。そこからのパワーって30にできる。なんとなくこれさ30と20ってなんか変わんのここ幅がでかいっすよね。 F って40にならないと E にならないんで、30にしたところでなんか意味あるのっていうところが謎ではあるんですけど、タックメンタルが来てますね。これはやっておきましょう。てか騎馬妹が全然来ないな。これは技術とか精神か。これは評価を上げていきます。行かない方がいいと。騎馬妹のねこの選択肢も状況によって使いこなせるんでそれもいいですよね。さあアベレージヒッターの力見せてやる。たまにね超強いピッチャーとかいるんですよね。本当に球速160キロ、433みたいな443か。今度は球速は142か、まあ、それなりに投げてくるな。しかも球種が嫌だ、斜めにこう2つ落ちるやつ。とりあえずヒットを量産しよう。まあもうねここはね合格ラインを超えるっていうことでしょうがないよ。できれば30点とかね行きたいけどね。よしよしよし悪くはない。うわ振り遅れたな。無理か。ホームランでやってこう。無理だー29点。29点だとさ60点いかないよね。経験点ね60点欲しいんですよ最初で。そうするとだいぶ違うんで57か。それでもあ全然悪くねえわピッチャーとかねマジ厳しいよね。ピッチャーね60点っていうのが存在しないんで、ここちょっと騎馬妹の評価上げていきましょう。あんまりねほったらかしにしすぎても彼女にならないんで、
そうするとね、デートがだいぶ詰まっちゃうんですよね。でここら辺はね、雑賀と小平のイベントがどんどん進んでいくんで、でタックも来てますと、まあ、これは普通にタックでいいでしょう。ラブパワーも発動してるし、ここら辺もね、特に体力を消耗することなく経験点がもらえるんで、あ、キバ妹も来たな。これキバ妹の評価上げていきたいな。そうするとあれ、ビビちゃんってマジでクリスマスどんなんだったっけ。これは EU にして、まあ、これは一番上を2回押しとけばとりあえずなんとかなるんで、ビビちゃんはオール40ですね。体力が60回復するけど、いやでも経験点としてはやっぱりキバ妹を選びたいな。いやー、この謎のセンス丸がつくかもしれないというイベント、一回もついたことない。かといってセンス×もついたことないんですよね。そんなこと言ってるとつくからな。まあつかないよね。で災害は特にあれか、固め打ちは取ってあるんで、あとはコツをくださいというとこ。パワーヒッターありがとう。で12月か、どうしようかな。騎馬妹と一回デートをしておきましょうかね。ちょっとね、呼び戻す機会がなかなかないな。あ、クールダウン、体力を回復できる。練習を見て、ここで上げられるね。やっぱね、井戸端があるからね、ある程度練習で評価も上げていかないと、デートだけだと戻せないんですよね。で12月2週と3週を練習して、あれだ、クリスマスを迎えよう。あれ追加イベントが発生しなかった。これは体力減るっけ。減るね。でも大丈夫かな。騎馬妹、騎馬妹の評価上げていこう。で1月に入ったらちょっとデートをしていきますか。でここら辺もね、本当だったら何もしないでくれて経験点狙ってもいいんだけど、ちょっと二股はね、本当に評価はあればあるほどいいんで、マックスの段階からちょっと減ってもらいたいよね。コツが来てる。小平くん、なんかあったっけ。川比75か、筋力が不足してるんだな。バント職人はいいでしょう。初級、初級これだったら取ってもいいかもしんないな。1でハイボールヒッターとか全然あれだな。大丈夫だな。コツをもらいに行こう。小平くんもね、わりかしコツをくれないんで、精神ポイント、監督評価意外に上がってんだ。っていうかこれは、うおー、サボり癖がついたか。ラブパワーで直したいね、これは。てかさ、ビビちゃんだしマジかビビちゃんどんだけ評価高かったんだよ。騎馬妹だと思ったのにな。まあ、体力はマックスまでいくね。体力はぶん殴られるけど謎すぎる。いやまあ別にさ、悪くないからいいんだけどさ。ね、ビビちゃんいるね。これはちょっとかけよう。ラッパは俺に愛をくれ、ビビちゃん小平君、君のイベント起きなくていいんだよ。何もくんねえし体力回復だったんだな、きっと。で災害の金徳が終わりましたと。マジか、サボり癖か。ちょっとデートを進めてないからな。デートを中心にやっていってもいいんだけど、で2月に入ったら呼び戻しがあるんで、小吉で試験が来ますね。ここはちょっとパワーを上げておこう。 E、D までいける？いけるっちゃいけるのか。いやーでもちょっとミートだな、やっぱり。
で、そうするとパワー E じゃなくて D には持っていけない。パワー比があれば、あー弾道パワー比だな。じゃあちょっとパワー比取るか。絶好調だったらまあ狙えなくもないけど、コツを見てみよう。小平くんか、欲しいな、欲しいけどマジで怖いんだよな。うん、1回やろう、1回。よし、コツ流し打ち。よし、ありがたい、ありがたいけどサボり癖が怖い。いや、ほんとサボり癖とか厄介だよな。また深井くんか、こいつマジ強いんだよな。今のさあどころか。とりあえず合格ラインだけはなんとか取っておこう。よし、こっからホームラン狙いだ。パワーいいだけど持ってけねえ。貧弱、やばい、マジ貧弱だ、貧弱貧弱パワーヒッター。いや本当に持ってけねえわ。よし、23ポイントもう1本打てれば問題ないやっぱパワー E は厳しかったね。おとなしくミートを開いとけばよかったか。まあ39ポイントか。もう次だな、次。これはね、ちょっとどうする。騎馬妹に直してもらうか。最悪監督に直してもらうっていうのもありだけどさ、監督評価下がるからね。まあいいんだけどさ、今回高いから悟る可能性が多分にあるからな。一回騎馬妹にしよう。お願いします騎馬妹。ダブパワー超イケてる。超イケてない。これでもうちょっとデートも詰まってきてるって詰まってきてるからな、メンタル。いやー、いいところにいるんだけどね。大谷翔平ももうあれだな、2月に入ってから呼び戻そう。騎馬妹、この2人はね、空デートがあるっていうところがちょっと怖いんだよね。やっぱり2人いるとね、それなりに空デートが発生するんで。おー、コツプラスタックだったらでかいけど、でかいけど、監督いるか、直してもらおう。監督お願いします。俺サボり癖っすマジかイベント起きねえな。でちょっと2月に入っちゃったんで、呼び戻しをやっていきましょう。当分はあれだね、サボり癖を見なかったことにしよう。呼び戻す。大谷ってさ、なんか戦いそうじゃん。大谷翔平やってみよう。あいつピッチャーだからな。おお、戦わない。で何くれんの、あれなんか分からん、持ってるやつか。もうお、バレンタインは騎馬妹になったな。だいたいさ、ピッチャーもできるやつとかになると勝負だとか言ってきそうだったけどね。コツ一応見るだけ見よう。小平くん、それも流し打ちはもらったからいいわ。どんどん呼び戻していきましょう。田中山くん、全然上げてねえわ。そういえば守備を上げる、あれがないな。混ぜるな、危険。あといべも田中山くんしかいない、もしかして。前いべも多分大谷翔平しかいないよね。これはね、掃除だとね、体力は減らなくてチームプレイが手に入ると。まああと経験点。ゴミ拾いはなんだっけ、体力は減るんだけどラッキーボーイのコツが手に入る。で挨拶は体力の最大値が増えて、まあ、体力も減っちゃうんですけど、ムードのコツが手に入る。足りないものといえばね、あとただやっぱりね、筋力が欲しいといえば欲しいからね、挨拶にしておこう。もう呼び戻しをどんどんやっていくんで、ここでね、体力が減ってくれるのはありがたいですね。
よし、呼び戻す。そう、これでね、なんだっけ、わざわざ2月の1周じゃなくてもね、いいような気がするんですよね。通常の人たちの呼び戻し、それがねできるのかどうかっていうのがよくわかんないんだよね。結局ね、なんだかんだいろいろあって2月の1周以降にずれ込んじゃうんですよね。でこれはストレッチにして、そんな簡単に体って柔らかくなるの。ちょっと田中山くん発動しちゃったんで、あ、だいぶあるな。でも上げられるだけ上げていこう。 A まで上げよう。でパワー、これも D まで持ってこう。よし、ちょっと待って、カラスマくんこれでいけるか。パワー C は欲しいな。いやー、コツがあるのか。コツを見つつ監督がいる。監督、うお、来たサボリング。2回サボられるとね、マジできついからな。おとなしく通院するか。もういや、マジやってかさ、深井くんマジさ、何、専属のバッターなの。バッターじゃない、専属のピッチャーなの俺の。俊英ってピッチャー陣強いよね、普通に一般人が。でここはね、別にね、合格点取ればそれ以降の点数はね関係ないと思うんですよね。パワー D とかってどうなの。なんかあんまりな、飛ぶ感じがしないよな。これ入ってくるけど、ボール。今更ちょっとボールをないっぱい投げられてももうスコアいらないんだけど。でここは合格ラインさえ超えれば20までしか経験点くんないはずなんで、で呼び戻しをしますかなと思ったけど、パワー C にしておこう。それでホームラン狙っていこう。カラスマ勝負だ。パワーヒッターはね取ってあるからね。強振一発ホームラン狙い。しまった、危ない怖い怖い。ほら、口早いか。一気に追い込まれたな。やばいなこれは。しかし俺はホームランを打つ。どうよこの勝負強さ。あとはマジでサボり癖を直したいマジサボり癖直したい。いや、いいねこの50 50 50 50、マジでかい。これで金徳は終わりだよね。イエーイ。うわー、これやっときて、マジやっときて。よーし、いつになったら俺のサボり癖は治るんだ。広角打法が欲しかったけどな。こんなにでさ練習してんだからさ、サボり癖治れよ本当に。まあ、そういうのはないんだけどね、こういうのとかね。波動高校だとね、気合い入れた時に治ったりするんだけど。こっちは単独か。いやー、もうちょっと直そう。もうね、そんなね、サボり癖サボり癖ね言ってたらね、体に悪いよ。体に悪いし、しかもデートが全然進んでないっていう。ビビちゃんとかも2回目だよね。まだキバイモートも多分1回しかやってないよね。評価もね上げて、なるべく早めに井戸端が起こってくれれば嬉しいけど、コツはちょっと見ていきましょう。田中山くんか、どうしよっかな。田中山くんのコツは全部掴んでるかな。ちょっと待ってね。
キバイモートが1回しかデートしてないっけ、ちょっとわかんねえわ。そうすると4、5、6、7、あと7周も使うの、マジか。結構厳しいね。キバイモートもう1回デートしよう。いや2回目だねやっぱり。で3股だったら絶対終わってたな。あ、そろそろあれだ、試験だ。あれもう試験始まっちゃうっけ、4月の2週で。CC か、まあ、なんとかやっていけるかな。ここはねできれば満点取りたいんだけど、ピッチャーが勝ってる。君など知らん、篠崎くん。よしよしよし、出だしは絶好調。入ってこない。入ってこなかったよね、今ボールだったよね。ゲー、やばい、出だしだけだ。え、スライダーが打てないんだけど。入ってきたけどなんとか持ってけたっていう感じだな。これもう無理だな。え、もう物理的に無理だよね、満点は。満点どころか30点も取れねえな。いや、スライダーにやられてんな。満点ね3回取れた時がね結構やっぱりね経験点伸びたんですよね。で、もう治ってるんですけど、サイガ、これは欲しい。スカウトさん評価もね全然上がんないからねこの高校。よし、合格取った、頼むぞ魔術師。 OK、 あとレーザービームのコツも取ってねえわ。ってことはデートを進みながら大谷翔平のコツを最優先でいくか。もう基本タックとかも無視だなこれ。今日はちょっとな、バッティングの調子が良くないからな、キバとの勝負も避けるか。動画にしてなければねキバとの勝負はどんどんやっていくんですけど、やっぱね動画がボツになるっていうのがすげえ嫌なんだよね、キバに負けると。お出かけお出かけ、順番でいきましょう。糸端もただな、5月か、もう7月とか結構きついんだよね。7月はだから1回ずつのデートは残しておきましょう、評価源のために。まあ本当は今この段階だったら騎馬妹があと2回でしょ、ってことはデート残しておいてもいい気がするけど。でも騎馬妹に頼むと騎馬妹の評価って上がんないんだよね確か。やることがなければデートだな、そうすると。おお、こういうのさ、おタック足すコツ、サイガ小平、どっちにする、走塁とか取っておきたいからね、そうすると小平くんから。で大谷のあれも潰せると、よし、これは小平くんでいこう。あれ流し打ち取ってないか、しまった。コツ走塁、よしよしよし、大谷くん。てかさ、大谷くんさタッグに来た。よくよく考えれば得意練習率アップ持ってんだけどな、あんまりこう大谷くんの性能が分かってないよねこの動画。流し打ちは取るでしょ、1球入魂ももうこれ取らざるを得ないよね、ちょっとこう。で切り込みはまあさすがに残しておいて、魔術師はもう取っちゃっていいでしょ。ロックとかほんといらねえわ、切磋琢磨精神か。まあコツ1でこれだったらまあ悪くはないか、精神ポイントをうまくもらえれば全然いいですね。じゃあここはお出かけデートで、ビビちゃんでいきましょう。
あれビビちゃんがもう4回目これ。ビビちゃんはじゃあ1回取っておくか。よし、やる気アップ。でコツコツ才が、まあいいや、やろう。まあもうね、才がはポイントをくれるんで、お、いいねいいねいいね、体力回復。おー、来たー来たー来たー。6月に入る前か。練習があったらちょっと練習で評価上げてこう。いいね、小平君いいところにいるよ君は。走塁を潰そう。まあ走塁だったら大丈夫だよね。いいよし。でビビちゃんの評価を戻しつつ、小平くんこれ小平くんとかと一緒になるとこっちがだいぶ優先される可能性高いね。ビビちゃんどうしようかな、まだ6月だしね。いいや、ここで行こう。でビビちゃんもあと1回デートすれば多分大丈夫だよね。まだ8上がるか。ちょっと騎馬妹とか大谷くんがいるね。ただやっぱりコツがあるからな、こっちの方がいいんだよな。こっちで行こう。精神がどんどん手に入ってくる。これはもう切磋琢磨を取ろう。この体力量的に練習はきついかな。特に何にもないから。うわ、ピピちゃんまだか。まあ、まだって言ってもね、なんか評価マイナス1とかマイナス2くらいだったら大丈夫なんだよね。ただそれはね、メーターだけじゃ分かんないからな。ハイボールヒッターってもう絶対手に入んないよね。まあ、絶対とは言えないか、コーチ練習があるから。ムードもあるとこで、切磋琢磨ももう取っちゃおう。で、デートで、ビビちゃん終わらしちゃおう。さあここで高速レーザーだけど、レーザービームのコツがまだないからな。4、これはもう乗ったね、完全に乗ったね。あとは騎馬妹よ。てか田中山くんのさ、守備上げに躍起になって打撃能力が全然上がってないからな。しかし俺はホームランを狙っていく。444か、最初だけだよね、いつも調子いいの。ちょっと早かった。絶好調やんこいつ。うわ無理だ、あの全力ストレートは無理だよ。なんとか食らいつくぜ。球速がね遅いから。うわ今悩んだんだよな、悩んだ結果詰まってしまったっていう。いやーこれももう無理だ。せめて30点。いや満点1回も取れなかったか。上り上司とかこれもまた珍しいね。才が、大谷のコツ、なんか直撮りすればいいものとかあるかな。走塁取った、広角打法取った、内野安打取った、初球って取ったっけ、1球入魂ってもう取ったんだっけ。さよならか、さよならか。初球は取った気がすんな。なんかもう取っちゃっていいよねみたいなこと言ったもんね。そうするとさよなら、さよならってどんくらい。どっちかっていうと技術を使う。よしこれ取ろう。でレーザービームのコツをなるべく確率を上げて取る。てか騎馬妹の評価大丈夫かマジで。よしオッケー。こっからはちょっとマジ騎馬妹を気にしないとダメだ。騎馬妹いないけど7月1週か、2回デートしないといけないんだよね。ちょっと怖いな、騎馬妹怖い。かといって騎馬と勝負してな、絶対勝てるかって言われたらすっげえ自信ないんだよな。ソルク上げとこう。肩もなんとなく D くらいまで上げて、やばい
補給が全然ない。精神を切磋琢磨でだいぶ使っちゃったかな。小平君から結構もらったとはいえ厳しいな。騎馬妹、これさ騎馬妹に頼むとさ絶対評価上がんないよね。いや頼もう。でもここで動画がお釈迦になるのはマジやだ。ここまで来てポイントだけだな。最後ってさ、しかも上がったっけ、なんか最後も上がんなかった気がするんだけど。そんなこと言ってるとね試合途中で負けたりするんだよね。さすがに1回戦負けはないと思うんだけど。波動高校意外に強いからな。お待たせいたしました。石田くんなんかすげえ燃えてんだけど、どうしか。いやよくわからん。俺が燃えている。また石田くん投げてるか。あ、そう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 。大谷選手はねやっぱねしらす高校でもね大活躍するんで、今のうちにね持ってても全然いいと思いますね。まあ、いつ復刻するかはちょっと分かんないん でしかも今回は確実にね30連引けば取れるん でまあもしかしたらね人によってはもう7位とかいろんなキャラ持ってて、まあ、別にって思うかもしれないんだけど、しらすが来た時にね絶対役立つはずなんで。ここ評価上がっなかった気がするんだけど、どうだっけ。最後の2回ってなんか全然評価上がらなかった気がするんだよな。うおー上がらんってことは練習ができなければデートしよう。マジでこれはメンタルでいこう。追加練習入ってくれ。追加練習っていうか追加入らない。そうだよね、もうここまで来ると入んないんだよね追加が。なんか知んないけど。でまあミートは B にしておきましょう。あとは総力 C の肩も上げておきましょう。で補給があれだな。でもまあ守備にねもう精神ポイントを使わなくていいから。共にワンアウトランナー一塁という場面で、これはうわ際どい。ストレートを見送ってストライク。投げた、打ちました、痛烈。ちょっと詰まらされた感じがあったけどうまくいったね。広角打法を持ってたからな。いや広角打法はね本当にいいと思うよ特殊能力で。あるとないとねやっぱ全然違うもん。先頭バッターはこれはスライダーか。今日4打点を挙げています。第2球この爆速ストレートなんとか狙いたいけど、打ちました。センター前に爆速ストレートもね結構着弾点がずれたりするからね。俊英リードで迎える8回です。うまくねピタッとはまってくれればいいんだけど。今日はツーランホームラン2本を打っています。 OK、 まあ、3本打てば全然いいでしょう。っていうかさ小平君も試合経験点ボーナス持ちで、大谷君も試合経験点ボーナス持ちだから66も入るんだ。でかいなそれは。あとはちょっと騎馬妹よ騎馬妹これちょっとやばいよね騎馬妹今。うわー練習する。練習しよう。これ追加起きる？起きないよね。もう最後の方マジで追加起きないからな。騎馬妹いるか。いない。いないから回復しておこう。長寿精神もね足りてないし。いや騎馬妹怖い。今回ホムラちゃんをね入れてないからね最後のエピローグ経験点が期待できないんで。期待できなくはないけど二股だから下げられるとかなり厳しい。ま、肩を上げておこう。いやもう肩 A にしちゃおうか。技術がちょっと余ってんのか。そうすると筋力とか筋力というかパワー B に持っていけるかな。俊英先制のチャンスを迎えました。これはいい当たりだ。いったー。あとなんか取らなきゃいけない特殊能力あったっけ。俊英リードで迎える2回です。
すげえ振り遅れた感があるけど、やっぱりいいね、広角打法さまさまよ。春芸、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは野川、今日4打点を挙げています。1球入魂も取って、切磋琢磨も取って、あと芸術的流し打ちか。投げた、打った、レフト、チャンスメーカーいつも出てこないんだよね、チャンスメーカーの上位。さあ、ダメージのチャンスを迎えました。健常症だな、完全に。あれも最後騎馬妹からもらわないといけないんで、残してあるんだよね。芸術的流し打ちはじゃあ取っちゃおう。芸術的流し打ち、まあ、技術は大量にあるから、てか安っ3で取れればこんなになるんだ。騎馬よ、騎馬、いた、騎馬ちゃん、よしよし、1だったか、1だったら大丈夫だったんだよね。まあまあまあ、でも安心というね、安心を売ってるからね。でなんかある？あ、チャンスとか本当はな、持っておきたい特殊能力なんだけど、早急とかもね、せっかくだから。あ、なんだかんだで、あ、そう、切り込み隊長ね、あれ取ってねえよ、高速レーザー取ろう。あとはもういいか、あともなるようになれたな。なんか特能的にはもうだいぶ抑えたね。あとは基礎にどれだけ触れるか、まあ、今回は守備型の選手なんで査定値はそんなに高くはならないと思うんですけど。うわー、スライダー。ネクストバッターサークルに控えているのはサイン。第2球投げた、ボール低め、完全なボール球、カウントワンボールワンストライク、投げた、当たった、若干振り遅れたな。おお、2点取られてる。同点で迎える。やべえ、よく出てくれんな。お前の期待に応えよう。第2球投げました、警戒してるね。そう、やめが一塁にいるとね、やっぱね、みんな警戒するんだよね。ちょっと待って、スプリット無理うまい、友澤の今の守備見た。春芸、今回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番野川。そしてね、これね、ゲッツー取られるとね、ほんと下がるからね。いくかいかないか、やばいな、そもそも試合がまずいね。同点で迎えた。まだ釣りは投げてんのか。バッター野川、今日はツーランホームラン打ちました。1点取ってくれ、2点取った、経験点がしょぼいけどしょうがない。よし、試合経験点ボーナス持ちのおかげでここまで持ってった。危ない危ない。コツ、大谷翔平サイガ、あ、どうする、大谷くんでいいよね、これは。筋力ポイントをもらっておきましょう。よしよしよし、で虹谷ね。B にはできないからどうしようか。技術と精神が余ってんだよね。切り込み隊長は技術と精神使うのか。こっからさらに割り引かれるから、まあ、もうちょっと余裕がある。ハイボールヒッター取っとこう、せっかくだし。高速チャージとブロックとかね、ほんといらないわ。ささやき破りとか、上り乗車取っておこう。よし、とりあえずこれでいっか。あとはエピローグポイントと相談して決めましょう。そうするとね、やっぱりね、満点取れなかったっていうのが結構痛いよな。ワンアウトランナー三塁という場面で、おお、入ってくるのか。この後に控えているのはサイン。投球これから2球目、2球目ストライク。一気に追い込まれたな。投げました。フォークとカーブはね、本当打ちづらい、こいつ。第4球を投げました。打ちました。ライトへ上がって、攻めて、犠牲フライ。4点も取ったですけど、4点取られてるし。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番。こいつもともとセットポジションだったっけ、投げんの。うお、すげえ点取られてる。変わってるし、しかもリー君とかよくわからんやつになってる。初球打ちました、掴みました、これでツーアウト。もう一本ちょっとホームラン打ちたいな、せめて。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは野川、今日しかもさ、こいつ下関係の3つかよ。第2球、ほら、よし、同点に追いついて、そのまま耐えてくれ。耐えるどころか、
続いたな。116いいね。まあ、これでどんくらいいったんだろう、経験点的には。でね、最後のね、このドラフトがね、絶対1位取れないからね、よくて3位だからね。大体3位なんだよね、甲子園決勝まで行くと大体3位、負けたりすると4位とかになるからね。で、今回のエピローグポイントは2人なんで、よし、チャンスメーカー、これが本当にありがたい。でビビちゃんもポイントをくれて、あ、そうか、実は大谷翔平くんもね、エピログがあるんですよ、わずかながら。いや、これもね、いいよね。で、経験点的にはまあ7600か。だからね、試験だね、やっぱり。試験が獅子16の300いくつ ?320 くらいだから、試験がもうちょっとうまくいけば8000は超えましたね。まあまあまあ、しょうがないでしょう。それは俺の実力なんで。で、まずちょっと守備範囲を広くしよう。A まで持ってこう。うわー、大丈夫かこれ。便所やたら足りなくなりそうだな。待って。無理だ。190も使うのか。やっぱ B は欲しいかな。で、パワーもやっぱり B は欲しいねと。で、高速レーザー持ってんだが、どうせだったら肩は S にしよう。で、守備力を S にする実力はないんで、ミートは A に、これ30にしよう。お、ギリギリだな。チャンス105ギリギリ。技術が余る。技術精神をうまく使うやつ。だとささやき破りとかなんのかな。やっぱ、あ、ちゃ、しまった。何が足りない。 B まで持ってって、ちょっとこれ外そう。弾道2か、しょうがないよね、切り込み隊長の方が重要だからね。で、そうするとやっぱりめちゃくちゃ技術が余ってんな。チャンスはもう取れなくなっちゃったからね。高速チャージと、なんで2なんだ。打球伸びにする。なんかうまい感じに行ったかな。気分屋はいらない。もうほんと気分屋はいらない。ヘッスラとかさ、これ意味あんの。あー、でも総力 B だったら意味あんのかな。145でしょ、146、一応1上がんのか。まあ取っとく、せっかくだし。で、これでまあ使い果たしたよね。というような感じで、まあ大体S5 あたりで落ち着きますね。だから8000点とか行くと、やっぱり S6 とかっていう選手ができてくるんだと思うんですけれども、まあ、ただね、肩 S の高速レーザーの守備 A の魔術師持ちっていうので、S5 の146が出たのはかなりいいと思うんで、まあ、大谷翔平君ね、今回あんまりね、タックが組めなかったんですけど、まあ、やっぱり、まあ、切磋琢磨も、あ、そうか、切磋琢磨って確かね、1でしか取れないんだよね。ちょっと精神ポイント使いますけれども、まあ、精神ポイントがうまく調達できれば、まあ、金徳もそこまで重くはないと思いますので、まあ、全然強いと思いますね。じゃあ次、大谷翔平君を、投手で、使っていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。